お疲れちゃんです。スラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、新環境に、なりましたというところで、ちょっとね、こちらを見てほしいんですけど、今回ね、調整された、カードたちをまあ軽く触れつつやっていければいいかなと思います。で、めちゃくちゃたくさんのカードが今回修正されたので、結構ね、今まででもトップレベルくらい大きくね、環境が変わるんじゃないかなというところで、まあ一つずつね、ちょっと軽く感想ぐらい言ってあげようかなというところで、スケバレね、HP19% 減少というところなんで、まあタワーにね、気持ち届きにくくはなったんですけど、そんな変わんないんですね。まあでもアイスピとか、まあユニットちょっと1体とかだけで、タワーにね、届かない。タワーで、の上でね、破裂するダメージ、タワーへの与えられるダメージが、まあ、ちょっとね、今までよりは減るのかなというところですけど、まあ、使えないことはなさそうですよ、というところで、次ですよ。これがね、めちゃくちゃ大きい、ヒースピカ砲なんですけど、まあ、ぶっ壊れだったんですけど、こいつね、スケルトンとかコウモリを処理できなくなったんですよ。いや、まあ、これがね、めちゃくちゃ痛いですと。で、それもでかいんですけど、それがありつつも、なんと今回、コウモリのね、強化というところで、ヒースピが加工されて、さらにコウモリがね、強化というところで、もう倍倍みたいな。こう、コウモリは今までヒースピのせいで輝けなかったんですよ。なんですけど、そのヒースピがいなくなったことによって輝ける。さらに強化。もう倍倍ですね。はい。なので、今回ね、コウモリ結構化けるんじゃないかなと。もう思いますという部分ですかね。で、スケラが、最初のスケルトン出るまで遅くなりましたよというところで、合計ね、スケルトンの数が1体減ります。まあ、これもちょっと痛そうですけど、まあ、使えなかったらなさそうですよねと。で、ゴブジェイは、攻撃速度かなが多分ちょっと速くなるみたいな。まあ、あんま使わないんで、正直どうでもいいんですけど、こう、まあ、ゴブジェイスパーキーの、コウモリ型がちょっと増えたりだとか、前まであった方ですね。まあ、そういった方とかも、すごい、今までの、こう、あった、存在してたけど、なんかこう、環境によってなくなってたデッキがすごい復活する、まあ、ゴブスパコウモリかなと思います。で、ネクロは、まあ、最初のスケルトンをすぐね、作りますよ、というところで、まあ、使えないことはなそうかな。でも、こう、まあ、ゴコスネクロは、こう、今まで、結局そんなに多く使われることはなかったので、強化されても。まあ、どうなんだろうといった感じですね。で、ババコヤ、HP22% 減少というところで、5分の1もね、家が壊れちゃいました。家の HP がね、少なくなっちゃいました。結構これ痛いですね。もうババコヤ終わりと。オワコンカードになっちゃって、エレキは、まあ、ダメージ下がりますよと。前も多分下がったんですけど、まあ、多分使えそうですね。エレキの代わりはいないと思うので。で、でも、アーチャーを踏んでも、エレキでアーチャー踏む。その後エレキがビリビリって攻撃しても、まだね、アーチャーは処理できないというぐらい、威力がね、ちょっと低いです。で、トリトンは、まあ、HP 加工されますけど、多分強いと思いますね、全然。で、盾の戦士が、リワークですね。はい。ヒットスピードが 10% 増加。なので、攻撃速度は上がるけど、HP は下がるよと。なので、まあ、結構ね、もしかしたら加工になるんじゃないかな、という感じですね。まあ、火力としては高いみたいな感じですね。で、クロスボウ。これもね、僕、クロスボウすごい苦手だったんですよ。まあ、あんま使わないし、使われるとすごい嫌ですし、結構強いし、みたいな、感じだったんですけど、このクロスのね、火砲、多分火砲だと思いますね。結構ね、でかいんじゃないかなと。稼働時間が40秒から30秒になるので、まあ、防衛クロスがちょっと弱くなったりだとか、こう、まあ、ロケットだけでも、今までロケ撃つだけだったら、まあ、500ぐらいダメージ受けてたんですけど、今回もう200とか、2、300しか入らなくなるので、結構ね、防衛しやすくなるんじゃないかな、というところで、大きくね、環境が変わりましたと。いうわけで、早速ね、ちょっと僕、コウモリ、マジ可能性感じてて、このね、久しぶりのマジアチャウォールブレイカーでやっていこうかなと思います。で、宝箱ちょっと開けちゃいたいな。これ、ウルトラですね。これ、新カードの豚製作マン。来い。うきと、やば。引きが神がかってますね、というところで、このね、マジアチャウォールブレイカー、ヤナアメ型ね、めちゃくちゃ懐かしいですね。で、このデッキも、こう、ヒースピが、新カードで登場して、あとはスケルトンドラゴンが登場してから、全然ね、輝けなくなったデッキなんですけど、こう、今ではスケドラそこまで使われてないですし、まあ、コウモリもね、強化されましたよと、いうところでは、すごいね、最強デッキに近づいたんじゃないかなと思うんですけど、結構ね、すでに辛い。待って、すでに辛い。やばい。このね、ジャイプリプリっていう、結構、この陸がね、僕のデッキはそんな多いわけではないので、
気持ち嫌ですけど、こうウォールブレイカーで釣っていきます。よいしょ。ジャイに対してはこのウォールブレイカー釣りがね非常に大事になってきます。なんならこれさえできれば勝てるみたいな、本当にそれぐらいですね。ここちょっとバルキリーで受けてあげて、ザップが回んないと思うんですよ。なのでこのねバルキリーの後ろのコウモリで、コウモリ強くなったかな、あんま今のではそんな気づけなかったですけど、まあ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 強化されたっていうところでね、結構ね使われてたと思うんですよ、コウモリって。こう今のヒースピ、ちょっと前のヒースピぐらい、まあなんかジャイコウモリディガーだったりだとか、まあ、ジャイだったらジャイでもコウモリでしょ。でゴレの、まあ、クローンのコウモリだったりとか、まあ、ホグクエイクのコウモリ、まあ、ロイジャイの高回転のコウモリとか、まあ、多分ロイホグとかでも別にディガーとかウォールブレイカーでもなんですけど、こう考えれば考えるほどコウモリってめちゃくちゃ使われてた、てたんですよ。なので、いやこれきついよ。今回のこのコウモリの強化はすごいでかいと個人的には思っています。さあ、まあ単純にね、あの負けそうっていうのがね一つあるんですけどこのいや、まあまあまあ負けそうではあるものの勝てないこともなさそうという感じですね。いやこのエレキ痛いよね。受けます。さあてなわけで、まあ、コウモリ完全復活、今までいなくなってたデッキ全部お帰り会だとね思ってるんですよ。で僕はコウモリを、まあ、意外と使ってたというか、まあこう高回転使いの人とかすごい嬉しいと思いますし、まあ、誰しもが使ってたカードなんじゃないかなと思ってますね。正直コウモリだって使ったことない人いなくないですか、正直っていうぐらい、まあ、万能のねカードだったと思うんですよ。とりあえずこの試合をね勝つことに僕はね全力を注ぎたいんですけど、やべー、やばいよー。このディガーで積極的に削っていくのだったらコウモリですね。僕のコウモリの回転と相手のまあエレキとザップの回転だったらコウモリの回転の方が多分速そうなので、よいしょ。でディガーでも削っていきます。でオールブレーカーまで飛ばしてあげて、よし、いいぞ、入るぞ。いやー、入らない。さあ、やばいやばい。うっ、読みザップきた、読みザップきた。いや残れ、いやこれ残ったら熱い。でダクプリだと思うんですけど、これボムとスケとかで守れそう。いやコウモリも使いてー、本当はザップが多分回ってない。お、待って、落ちてる。なんでなんでグッドゲームという、いやこれで結構ね本当にきつい、個人的にきついやつ引いちゃったんですけど、まあなんかコウモリを使うのがすごい久々な感じで嬉しく思いますね。こうメガナイトコカツとかにも入ってますし、いやもうあげようと思えばコウモリリデッキなんかこう無限にね出てくるぐらいで、まあ、使われてたデッキなので、今度ね、ちょっと今後ね、こう、いろんなね、コウモリ、お久しぶり、このデッキ、ああ、このデッキあったな、みたいな、ああ、懐かしい、みたいなデッキ、ちょっとね、いろいろ紹介できたらね、いいかなと思ってます。ヒースピ加法、めっちゃでかいですね。スケとコウモリをやれないのが、本当に前までぶっ壊れぐらいだったんですけど、結構こう、本当にオワコンカードに近づいたんじゃないかなと思いますね。アイスピとか、こう他のスピリット系はスケとかコウモリをまあ処理できるので、まあ、そういったところではこうちょっと差がね出たのかもしれないですね。今回今までヒースピが強すぎて、まあ、だけど今回ヒースピは回復はねまあ回復能力はまだ強いけど、まあ、その代わりこう相手のユニットは対応できないというところではこうちょっとねどうなるのかなというところではありますね今後。さあというわけで今回の相手はユーノタルババですね。ディガーは僕ですね。ユーノとタルババなので、30子か。30子行きましたね。いや、懐かしい。いや、30子は全然関係ないからね、別に。何も強化されてないし、多分何も加工されてなくて、全然関係ないんですけど、30子引きましたね。いやこれちょっとあれだな、ユニットだけで許容してカウンターしたいなと思いながらも結構痛いダメージを負ってしまいますが、よいしょ。さあこれ結構きついぞ相手。
うん、バチコン。いや、でけえ。しかも。いや、ナイス。まあまあまあ、ウォールブレイク入るだけで、さっきのダメージをね、気持ち取り返してるのと、ここでもう一回行きたいですね。決算重視と被ると、ちょっと嫌なんですけど、どうしようかな。一回端前で行きたいですね。そうっすね。で、ここ相手エリポン置いた後なので、普通に防衛きついぞ。で、ウォールブレイカーまで行っちゃいたいですね。OK。で、エリポン壊せれたら、もう満足ですね。で、ウォールブレイカーが刺さるのは、これまあラッキーですね。でしかも、ユーノに勝つんで、OKOKOK。まあ、エリポンもうちょっと壊したかったですけど、まあ、僕としては、あと、まあ、イモルだけと、あと1分10秒ね、もう守れば勝ちですね、気持ち。まあ、最悪ディガーで削れるので、まあ、守れるかどうかというところであるんですけど、三十子は、スペルがタルババなので、ケツ工場。これ、コウモリとかスケがめっちゃ生きるんですよね。よいしょ。とりあえずこれエリポンを壊したいですね。エリポンを壊したい。あー、めっちゃいい受けっすね、それは。完璧レベルの受けをされる。で、工場来るっすね。そうっすね。オッケー。で、逆サイも見て、逆サイも押さえつつ、両サイしっかりね、見てね。これもう目が大事ですから、ここまで来たら。もう目が大事で、ここで、まあ、タルババも来るが、一回ここで攻めておくことによって、あと僕はもう守るだけと。いやー、守るだけに一発バカ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 やばい。ゴーストがやばいですね。ゴーストがやばい。さあ。これは、頑張って耐えましょう、本当に。本当に頑張って耐えましょう。右一発ぐらいなら受けていいよ。いやー、強いですね。いや、もう、強いんですよ。コウモリがね、結局はコウモリなんですよ。からの、よいしょー来たーで、矢の雨で、あ、待って。矢の雨でフィニッシュしたいがないそういうグッドゲームと。いや、懐かしいですね。この、マジアチュアオールブレイカーって、こう、もう一個の形もあったんですよ。トルネポイズン型っていうのがあって、まあ、それは、この、矢の雨がまあ、ポイズンで、なんだコウモリの枠がトルネードですかね。まあ、その方もあって、その方も結構ね、強かったですし、僕もすごい好きだったので、その方もちょっと使いたいな。いやー、なんか懐かしいっすね。めっちゃ懐かしい。このコウモリとか、まあ、他もなんだろうね。なんか僕が単純にすぐ思いついたのは、まあ、コウモリの、このマジアチャオールブレイカーだったり、コウモリスパーキーだったり、まあ、他にも多分全然こう僕がまだ思い出してないだけで、あのデッキ絶対強いとかがあるんで、ぜひね、覚えてる方とかいたら、あのデッキ強そうじゃないですかみたいなコメントいただけると、すごい嬉しいですね。よろしくと。ちょっと待って。俺がよろしく打ってんのに、ホグサンガゴしてこないでくれる？ワンチャンフリーズ来る。おい。さあ、ホグサンガゴと来たら、まあ、一つ可能性があるのは、全然知らないデッキか、ホグフリーズか、スパーキーロイジャイホグフリーズっていう、まあ可能性もないことはないんですけど、普通のホグフリーですね。なので、まあ、ザップか、ウッドか、どっちだっていう感じなんですけど、まあ、プリンちゃんに矢の雨を打てるのはでかいですね。で、まあ、多分フリーズ、本当にホグフリーだと思うんで、ボムタワー置いとけばホグは通んないんですけど、後ろの三角ですね。後ろの三角とかを、こう、プリンセスに矢の雨打った後とかはちょっと怖いかなと、まあ、いう感じですけど、まあ、神相性じゃないですか、これは。知らないですけどね。マジアチャが行きそう。相手がフリーズならば。まあ、ロケの可能性はないことはないかもしれないんですけど。まあ、あとミニペッカと、だと思うので。よしよしよし。うわ、すげえ。これすごいっすね。相手の攻めが。で、これバルキリーで受けつつ、ここスケでね、このバルキリーを延命してあげるっていう、ちょっと優しいね、ムーブをしていきます。で、まあ、ウォールブレイカーつけるだけ絶対しんどい。で、こっち側を、まあ、ディーガーでも削り行きつつね。いや、相手が小物しかないので、ミニペッカとアイゴロを割くと。これ絶対きついんですよね。あー、うまいですね。で、端前なんか他のユニットか？まあ、そうっすよね。で、僕はこれ、まあ、ワンチャンフリーズ来るな。おい、ザップ。で、まあ、ザップ使ったら、こっちがスケで守れるよね、という感じですね。オッケーオッケーオッケー。やっぱ流れはいいですね。4個速来ると、ちょっとやばい。間に合うかな。気持ち1個寄せて。あー、出た。これワンチャンフリーズされるな。まあ、フリーズされたらされたで、タイミングかぶって僕のウォールブレイカーも刺さればいいかなっていう。さあ、いやー、ホグのダメージ気をつけていきたいですね。あとは僕はディガーで確実に削っていくのと、あのプリンちゃん厄介なので今の間に処理。
よしよしよし。これもう今ザップ使いましたね、相手。なので、もうこうなればもう僕のターンですよと。さあ、D 側も飛ばしてね。ティ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 やー。さあ、フリーズを使うが、まあ、使ったとなので、このウォールブレイクが止まりませんよと。いや、強いんだなぁ、マジで。ウォールブレイカー、マジで強いんですよ。これ、なんか、よく僕、このデッキの動画上げてるんですけど、そう。なんか、動画内で、何回か世界一ね、取ったことがあるっていう話を前もしたかもしれないんですけど、その時もね、このデッキだったんで、ちょっとね、またね、このデッキで世界一到達動画上げれたらね、非常に嬉しいかなと思います。バチクリバチクリ入りますね。さあ、というわけでね、新環境、マジで何でもありだと思います。環境、本当に。全復活かな。全部使えるし、なんか、ね、全部強いみたいな。そんな感じ説明になってないんですけど、ぜひね、このウォールブレイカーも皆さん使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。